エソちゃん、どういうこと、待って、エソちゃん、お前が出る幕ねえから。大人も子供もお姉さんもごきげんよう、ゴールド。はい、ということで化け物島での一日がスタートいたしましたということで、あ、でも結構景色がさ、もう春になってきてるね。あ、春、うららかな化け物島、いや、いいじゃないですか、ということでやっていきましょう。じゃあちょっとニュースのも見ていきましょう。あ、俺だ。あ、10時になりました。はいはい、何今回ニュースは。ペコちゃん消しゴム、いや、なんかまりありそう。あ、ペコちゃん消しゴムは、うわ、気持ち悪い、気持ち悪い、これ。いや、子供の間でこういう謎さアイテムみたいなの流行るけど、いや、250種類もあんのかよなあ。コレクターとかいんのかな、ペコちゃん消しゴムコレクターとか。まああるわな、金消しとかもそうだから。ああ、いや、いや、マジプレミアついてんの。いや、ま、いや、高っ。まあ、炭老師は理解できねえだろうな。いや、俺も理解できねえから。うん。ピースじゃねえんだよ。やめろ。ピースしてなかっただろう。え、待って。ハードついてる。え、待って、これ。え、誰だ、素敵ねの人か。うわ、素敵ねの人だ。え、誰のこと好きなの、ちょっと気になるな。ちょっと待って。エンジェルとかじゃねえの、ちょっと待って。ちょっと、どうした、ヒロシ。いやいや、まさかだ。想定外やったんだけど。ヒロシか。でもそろそろ行くか。あ、いいんじゃねえか、ヒロシ。いや、浮気、不倫だけど、それ。不倫だぞ。大丈夫かな、まあいいか。いいよな。まあ、ヒロシも化け物島に来て、家族のことは忘れただろう。あ、埋めようとしてたしな。じゃあ、手伝うわ。どんな感じ、ヒロシ。ヒロシはどうなんだろうな。ヒロシ、可愛くとかじゃないかな。まあ、素敵ねの人に可愛くは厳しいかもしれないけど、歌でとかもんだ。歌でにしてみようかな。歌で。告白する場所。ヒロシってどういう人間なんだ。ヒロシ、じゃあ、やっぱ音楽堂にしようか。ド派手に行こう。ド派手に。あ、着替えた方がいいんじゃないか。あら、これ。おお、行ってこい。どうなる。うわ、すげえな。これで歌うんだもんな。いつも隣にいてくれた笑顔をずっと見てたい。いや、見たくねえだろ。いつでもずっと一緒にいようよ。終わりです。伝わった、ちゃんと。どうでしょう、伝わったのかな。ちょっと待った。え、エソちゃん、どういうこと、待って、エソちゃん、お前が出る幕ねえから。エソちゃん、ヒロシのこと好きなの。いや、ダメでしょ、エソちゃん。やめてくれ。違う。エソちゃん、面白いからだよ。邪魔しに来ただけだよ、面白いから。絶対そう、この顔は。絶対そう。ちょ、待って、ヒロシ、やめろよ、マジ、エソちゃんは。エソちゃん、お前、それで本気ヒロシがエソちゃんオッケーしちゃったらどうすんだよ。あ、マジか、エソちゃん振られた。エソちゃん振る。まあ、よかった、俺的には。エソちゃん、崩れ落ちてるけど。いや、多分、エソちゃん、これすげえ笑ってる。絶対笑ってる、今。マジか。いや、初めてだ。化け物島で、カップル誕生。ヒロシと、素敵ねの人。いや、まさかな、組み合わせだけど。え？なんだ？え？二つもできた。え、三つもできた。文字？どういうこと？マジ、待って。あ、くすけちゃ。なあ、ちょっとこいつとくっつけたかったかもあるけどな。レジャーアイランド。5年の月日。え、開発してた素振り全然わかんなかったんだけど。あ、そうなの？してたんだ。なんか、マスコットキャラクターっぽいよ。イザベラ。なあ。あ、そうなんだ。あ、プロデューサーなの、こいつ。あ、そうなんだ。あ、いいじゃん。面白そうだよ。いい仕事したよ。で、自分でマスコットキャラもやっちゃうんだから。あ、そうなの。いや、わざわざここまで来るやついねえだろ、化け物島までよ。じゃあちょっと見てみようかな。え、また来たよ、ニュース速報が。何、どういうこと。
いや、ヒロシ、あ、付き合ったから。あ、仕事やる気満々だな。え、モテ男ランキング、マジで。まあ、なんかいろいろ見るものが増えてしまったな。あ、ちょっとモテ男ランキング見てみるか。じゃ、モテ男ランキング、この島で一番モテモテの男子は一体誰でしょうっていうことで、まあ俺の予想的に言えば誰だろうな。まあ今回ヒロシかな。丹老師とヒロシは結構モテたけど、まあなんかちょっと自分のも気になるよね。あ、じゃあ見る。ああ、ヒロシ、あ、でしょ、よかった、俺の2位だ。丹老師、あ、よかったよかった、なんか、あ、一応モテてるってことで、なんか俺もほっとしたわ。ヒロシめっちゃモテてんじゃん。いや、ヒロシに負けてんのはちょっと悔しいけど。でもヒロシは確かな、結構高収入だしな。安定もしてるし。でもあれ、妻いるからな、子供も。まあ、プリティーボーイとかそうだな。まあ、なんていうか、納得の結果でございます。うん。うわ、なにこれ。あ、誰かがここで遊んでたりするんだ。ガラガラやんけ。なあ、大丈夫、経営できてんのこれ。え、待って、さすがに一人もいないってどういうことよ。あ、イベントスケジュールとかもあるんだ。マジックショーとかもあるんだね。あ、公園とかも、まあ、浜辺みたいな感じで使えるってことかな。喫茶店もそんな感じだね。うわ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 、早速、ラブラブなのよ。ヒロシ結構気持ち悪いけどな。なあ、でも、うん、よかったんじゃないの。うん。すごいなんかカップル感出てていいね。なんか幸せそうだよ。ヒロシと関根の人が初カップルか、なかなか厳しいもんがあるな。そんな中、全くモテないペコちゃんを見てください、これ。寂しそうだろ？これほら、めちゃくちゃ落ち込んでるもん。何？え？あ、売れ残りだ。なんだよ、売れ残り。ん？おう。歌のグループ？え、そんなのも作れんの？あ、かわいい、エソちゃん。めっちゃかわいいな。よかったわ、エソちゃんとヒロシ付き合わなくて。あ、そうなんだ。超面白いじゃん。グループ結成してみたいな。あ、グループ結成できるわ。ね、今、歌を持ってる人が、この、5人か。5人いるんで、これでグループが組めると。ペコちゃんがラップを覚えてるから、2人でラップができるっていう感じなんだね。これはちょっと面白いな。これはちょっと次回の楽しみに取っておこうか。ビアンカとミルキーの、ね、このラップグループみたいな。ラッパーグループ結成みたいな。いや、合わねえだろ、この2人のラップは。まあでも、気になるから、これちょっと次回やってみよう。待って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 。お前ら何やってんの？4人で復帰してる。ビリーズブートキャンプでもしてんのかな？4人でね。結構仲いいじゃん、この4人ね。エソちゃんなんでもやってんの？エソちゃんは。エソちゃん今日も可愛いね。もう毎回毎回だよ。毎回だよ。しょうがねえな、買ってやるよ。じゃあこういうちょっと黄色の、トレンチコートにしてみようかな。おしゃれだからね、黄色とか。エソちゃん、はい、黄色のトレンチコート買ってきてあげたから、こういうね、格好初めてだから、どう？あ、めっちゃ喜んでんじゃん。あ、やっぱこういうのが好きなの、大人っぽいのが好きなんだな。ごめんな、エソちゃんのこと子供扱いしてたわ、心の中で。ごめんごめん。あ、エソちゃんも歌歌えるようになったから、ラップで、あのグループの中入れよ、次回ね。じゃあエソちゃんラップ、はい。はい、ありがとうございます。さすがエソちゃんな、本当に博学だね。おい、ごらくそ、ごめん、話しかけてくんな、黙れ。あ、出た、もう毎回じゃねえかよ、おめえな。クマどもん時から変わってねえんだよな。俺はカツ丼作ってきてやったから、もう毎回毎回おめえのために毎回料理しなきゃいけねえんだからな。あ、丼ごと食うな。あ、すごく美味しかったって。あ、好物一カツ丼あった。おめえ、どんぐりじゃねえの？なんか最近どんぐり集めてるみたいなこと言ってただろ、この前動画でよ。なあ。親愛なる同志諸君、動画の視聴誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンより
チャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。